はい、酒好きな俺の飲酒動画始めていきたいと思います。今回は、ビールか、これ多分ビールだと思うんですけどね。なんか発泡酒と書いてあるんですけど、生ビールなのかな。こちら白濁りという変わったね、いいやつですね。これ逆なんですよね、これ。こっちにプルタブがあるんですけど、まあ普通こう立てるでしょ。普通ね。そして、ほら、反対になってるんだよね。ほら、絵柄が。で、これなんでかっていうと、美味しく飲んでいただくために缶を上下逆さにしています。特別な、白生酵母を発酵用、熟成用と2回使用する、画期的な二段仕込みを手法とし、その、白生酵母をフィルターにかけないことで風味豊かな香りの白濁りを、作り出していますと。ほう。これ前々からね、気になってたんですけどね。こちら。原産国ベルギーです。そして原材料が大麦麦芽、小麦麦芽、大麦、小麦、ホップ、天然白生酵母。麦芽使用率 25% 未満。内容量が 330ml。アルコール度数が 5% です。ベルギー直送と書いてありますね。はぁ。ホワイトビールなのかな？ね。それでは、飲んでいきたいと思います。若干ちょっと振った方がいいのかな？で、なんか変わったことないね。ここにね、見えないと思うんですけど、フィルムが貼ってあるんですよ、これ。フィルムが貼ってある。ほら。こういうの、プラスチックのやつが。はい、貼ってました。それでは、いただきます。これ確か値段結構高かった。300円ぐらいしたの。多分。ああ。うん。うん。あ、これすごい。あ、これすごいです。あ、ほら。若干濁ってるの分かりますよね。これ白ビールだな。乾杯。うん。もうね、もう泡を飲んだ時点で、もう、多分これ小麦がだいぶ入ってるっぽいですね。非常になんか、大麦とは違ったこの、香り、小麦の多分ね、白濁り。白濁りビールと。うん。あ、これはすごい。これはものすごいですね。すんごい香りが。ものすごいします。小麦の。多分小麦なんだと思うけど。ベルギーの白ビールでありながら、ドイツの白ビールの特徴を併せ持っています。スパイスを入れず、通常のベルギー白ビールにはない小麦の特徴を前面に押し出した製法を採用。白ビール用に栽培した小麦と大麦を使用し、芳醇な白濁りのビールを作り出すため、じっくり時間をかけ、麦芽に色がつかないように焙煎。芳醇な味わいの中に、花のような香りとわずかな酸味がを実現し、格別にバランスの良い白ビールに仕上がっています。名前は和風ですが、ベルギーにいて作られていますと。これすごいわ。うん。
ものすごい香りが強いです。うん。これほど香りが強い。特にその、麦が麦白む、白、え、ちゃう。小麦すごいですね。で、まあ、全然苦くはないです。あ、なんかロケットニュース24にこれ出てますね。これはすごいな。確かにね、香りがね、花みたいな香りしますね。なんだろう。花って、花、あ、確かになんかレモンっぽい、なんか柑橘系の香りがする。あなたの知らないビールの世界というサイトでちょっと見てみますが、ベルギーってことはホワイトエールですね。ベルギーなんで。うん。ここに書いてありますね。ホワイトエールとはベルギー発祥。ビールの原料は一般的に、麦芽だが、これに麦芽化されてない小麦を加えることに由来して、白ビールと呼ばれるものの一つ。このビールは非常に特徴的、白いのである。ビールの癖に濁っている。フルーティーな香り、やや酸味がある味、弱い炭酸。あ、確かに。炭酸弱い。うん。またスパイスが入っていて、スパイシーな風味もある。これには入ってないんですね。ピルスナーとは全くかけ離れた特徴を持つ。ビールが苦手という女性にも人気があるのもうなずける。またビール酵母を、ろ過してないので、ビタミン B などが豊富で美容健康にも良いというビール。ホワイトエールの特徴、フルーティーな風味が支配的。スパイスを使用しているので、苦味自体弱いものの、スパイシーでやや飲みにくさを感じるものも。ボディはライトから、ミディアムボディ。ごくごく飲むというより味わって飲みたい。最適温度は10度。代表的な銘柄。文句なしに有名なのが、ベルギーのヒューガルデン。ホワイト。ああ、これ有名ですね。ヒューガルデンホワイト。飲んだことないな、まだ。これ高かったんじゃなかった、これ。だいたい外国のやつ高いんだよ。だから買わねえんだよ、俺。だいたい飲んだことないやつ高いやつばっかりだよ。うん。うん。これすごいですね。うん。
なんかね、オレンジっぽい。オレンジのね、味がする。どこかに。どこかにオレンジの味がして、香りもするんですよ。多分、そうだと思う。ヒューガルデンホワイトっていくらなんだこれ。ああ、315円しますね。高い。俺ね、基本的にビールはね、300円以下しかほぼ買わないっすね。ほとんどの場合。ほとんどの場合買わないっす。価格 .com では315円ってなってますね。ちょっとこれ高いですよ。だからこんな有名なんだけど買わねえんだ俺。基本俺300円以下。以下か未満ぐらいしか買わないですね。ああ、ほんとだ。すごい、なんか、あれだわ。すっごいオレンジの香りがする。これ。なんでだろう。すっごい。一回オレンジの味がすると思ったら、すっごいなんか、すごい。ヒューガルデンホワイト。イオンで348円でしたとか、絶対買わないわ。高すぎるだろ。どんだけ炊けんだよ。まあいいや。とりあえず白濁りですわ。白濁りのビールちゃんは、やっぱりあれですね。苦くない。苦くない。で、なんか知らんけどオレンジの味がする。オレンジの香り、味、酸味みたいなのがする。まあ、簡単にフルーティー。で、まあ、いわゆる銀河高原ビールのような、感じ？でもそれよか、異常なほど、小麦の風味がすんごい出てる。香りとかが、ものすごく。普通の、ビール、大麦ですけど、それにはない。異常なほどの何か、凄まじい、香りが、しますね。これ何なんだろうな。多分小麦だと思うんだけどね。多分小麦の、あれなんでしょうね。ただ、これはね、なんか飽きてくるね。あまりにも、なんだろう。なんかあまりにも、特徴的すぎて、なんか、
なんか飽きてくる感じはしますね。非常に。これはちょっとあれだな。毎日は飲めんな。まあ、毎日は飲めんっていうか。うん。いや、まずいってことではない。まずいってことではないんですけど、まあ、やっぱりちょっと特徴的すぎるというか。今までにないほどの、うん、まあ、濃いのかな、うん、濃いビール、といえば濃い、うん、まあ非常に濃厚、うん。濃厚、うん、でもなかなかやっぱごくごく飲めないですねこれね、うん、ごくごく飲めないこれちょっとあれだな。個人的にあんまり。ちょっと、苦手という感じはありますね。うん。若干何か。うん。何かを。何かちょっと。やっぱこれは結構好き嫌い分かれるな、これ。これは。やっぱ非常にオレンジの香りがするね。オレンジの味がするね。これ。ものすごくオレンジの味がするわ。うん。まあ、これは、まあ、四つ星だな。個人的に。これは好きな人は絶対五つ星だなってのはわかるんだけど。個人的にちょっと、うん。あれかなと、ちょっと苦手かなと思います。それではご視聴ありがとうございました。